ピンクマティーニはアメリカ合衆国のジャズアンサンブル。1994年にオレゴン州ポートランドでピアノ担当のトーマス・ローダーデールを中心に結成された。1997年に女性ボーカルのチャイナ・ホーブスが正式加入。そして12人編成となった。日本ではユニバーサルミュージックに所属していた当時はピンクマルティーニと表記されていたが、 ポニーキャニオンへの移籍後はピンクマティーニという表記になっている。2011年、ユキサオリとのコラボレーションアルバム1969が米 iTunes のジャズチャートで第1位を記録するヒットを飛ばし話題となった。2012年の大晦日恒例の第63回 NHK 紅白歌合戦にユキの単独での出場が決まった。 ユキとピンクマルティーニとは前日のコラボでの関連もあり、12月31日の本番では、オレゴン州ポートランドに所在する、アーリン・シュニッツァーコンサートホールから生中継で、ユキのデビュー曲である、夜明けのスキャットを伴奏して、共演を果たした。ユープラ・ベゾルシティ・オブ・ナイト、オーバー・ザ・バレー・トゥーカ・トゥーカ・ピエンサ・イ・エヌ・ミニュー、アムステルダム・オチョコン・ディリーカス。ありがとうございます。